ローウォーズファンの皆様、おはようございます。本日より、週末恒例の3日間イベントがスタートしました。今週末のイベントは偉大なるものの遺産ということで、このイベントを楽しみにされていた方も多いと思います。そこで今回の動画では、週末3日間に開催される各種イベントの中から、定期的に開催されている主なイベントを一覧表にまとめながら、今後のイベント戦略などについてお話をしようと思います。まず最初は、本日からスタートした偉大なるものの遺産についてですが、このイベントはヒーローのアーティファクトに特化したイベントになります。ヒーローウォーズ歴が浅いプレイヤーにとっては、かなり魅力的な内容となっており、普段から資源を備蓄している人なら、いくつかのイベントタスクを完全制覇することも可能になっている点が魅力です。それでは、この一覧表をご覧になっていただきながら、カーク信者なりにイベントを分類してみようと思います。イベントハイエナのカーク信者が、イベントについて熱く語るよう。3日間開催のイベントは、大きく分けて2種類に分類できます。その分類基準は VIP レベルであり、VIP レベル7に到達した人だけが完全制覇できるイベントタスクを含むイベントと、VIP レベル5に到達した人だけが完全制覇できるイベントタスクを含むイベントの2つに対別できるのです。ご覧のように、VIP レベル7を要求されるイベントには、エメラルド購入のイベントタスクもあるので、攻略難易度が高いイベントと言えます。また、VIP レベル7を要求されるイベントの場合だと、エメラルド消費を要求されるイベントタスクのエメラルド消費量も、他のイベントの約 1.5 倍に設定されているので、課金者でも躊躇してしまいそうな攻略難易度となっているのが特徴です。直近2年間のヒーローウォーズでは、猛威を振るう嵐が最も権威のある3日間イベントの位置づけとなっていましたが、2022年5月6日に、力の礎が新たに登場したことにより、最も権威のあるイベントの地位は、力の礎に引き継がれた形となっています。力の礎はまだ1回しか開催されていませんが、おそらく今後は定期的に開催されるはずなので、タイタンのスキンストーン系イベントとして、多くのゲームユーザーから支持されるイベントになるでしょう。この一覧表にまとめたイベントは、さらに細かく6つのカテゴリーに分類することも可能です。タイタンのスキンストーン、ペット系、タイタンのアーティファクト、ヒーローのアーティファクト、ヒーローのスキンストーン、タイタンのソウルストーンの6つに分類することができます。この中でヒーローのスキンストーンに関するイベントは2種類が存在して、頻繁に目にするしょぼい内容のイベントが大胆不敵の時代で、その上位版にあたるアウトランドの守護神も、1年間に数回の開催頻度で突発的に催されています。ヒーローウォーズの遊戯歴が長くなると、魅力を感じるイベントが変化すると思いますが、初心者が楽しみにしているイベントといえば、タイタンのソウルストーンをもらえるイベントではないでしょうか？カーク信者がヒーローウォーズの遊戯を開始した頃に待ち焦がれていたイベントは灼熱の日々で、なんといってもスーパータイタンのアラジを召喚したくて、ウキウキしていたことをよく覚えています。3種類のスーパータイタンがアブソルートスターになってしまってからは、灼熱の日々が開催されても肌寒く感じるだけですが、初心者の頃は本当に激アツイベントに感じられたのです。じゃあ、今現在で最もウキウキするイベントってどれになるの？やっぱり、2022年5月6日に初登場となった、力の礎ではないでしょうか？ヒーローウォーズの中で、最も育成が大変なのはトーテムとタイタンのアーティファクトになります。そして、過去のヒーローウォーズにおいて、タイタンのアーティファクトに特化したイベントは一切なかったので、そういった理由から、力の礎が今現在だと最もウキウキするイベントということになります。この画像にまとめたイベントは、1年間に数回の頻度で開催されるイベントで、ヒーローウォーズファンにとっては、どのイベントが次の週末に開催されるのかを予想するのも、このゲームの楽しみの一つなのです。これら3日間開催のイベントと別に、1年間に1回しか開催されない特別なイベントもあります。
それがこちらの画像に示した、7日間開催のイベントになります。毎年6月下旬にサマーフェスティバルの開催が予定されているので、低予算で遊戯されている人の場合、今回の偉大なるものの遺産は軽く消化する程度で良いのではないでしょうか？数週間後には年に数回しか開催されない超大型イベントが控えているので、備蓄した資源を取り崩してまで、このタイミングで偉大なるものの遺産に全力投球しない方が良いと思います。超大型イベント開催時にイベントタスクを一つも完全制覇できないと、ちょっとだけ悲しくなってしまうので、備蓄している各種コインとマトリョーシカ人形などの資源は、あまり使用しないことをお勧めします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。